強制的に大食いさせてくる街 VS 屈強な胃袋を持つ夫婦、一泊二日で旅してみたらやばかった。どうも、旅に生きるアラサー夫婦の久保旅です。今回の舞台は静岡にある港町焼津。一泊二日で魚と温泉に溺れる旅をしてきました。まずは海鮮好きを興奮させる夢の国に行って、早速胃袋を動かすアラサー二人。お腹いっぱいになったところでチェックインした、ここ無料サービスがやばい宿だったのよ。到着してすぐにお酒もスイーツも食べ飲み放題だなんて、こりゃ満喫するしかないでしょ。そんなことしてたらもう夜になって、待ち受けてたのは胃袋を限界に追い込むビュッフェで、目の前でお寿司を握ってくれたり、目の前でお刺身まで切ってくれたり、大人のドリンクバーまであるなんて、もうこの後のことはご想像にお任せします。来ましたよ。私知ってるんだから。何？八重津はね、海鮮が有名な町ってことをね。だからあなたはご機嫌なわけですね。そう、めっちゃね、はい、調べたの朝から何を食べようかってね。八重津はマグロが有名だからね。最高じゃん。海鮮大好き夫婦にうってつけの町ですよ。そう、超楽しみだった。しかも今日ガンガンの晴れだからね。素晴らしいね。ね、今から港に近い焼津魚センターに行きますよ。お、めっちゃいい名前。名付けた人にね、感謝状を差し上げたいね。すぐ差し上げたがる。ゆうきさん、私朝食を抜いたのでお腹ペコペコなんですけど。焼津魚センターにあの食堂があって、ご飯食べれるから。よ、魚町。お土産とかもあって。じゃあ今日ちょっとさ、ホテルに泊まるじゃん、うん、晩酌セット買っちゃおうかな。焼津ってさ、いつもふるさと納税で上位に来てるのを見ててさ。そうなんだ。だから今日お土産見るのも楽しみなんだよね。へえ。だから今日魚センターで。期待大ですね。期待ですね。お、魚の匂いがしてきましたね。ピー、ここだ、ここだ。ようこそ魚の国へ。いやー、いらっしゃいましたよ。おー、いいね。生き生き魚大食堂とか、見て買って食べ尽くすとか、カキフライ定食、海鮮丼とか、いっぱい書いてありますね。ね、胸が高まりますね。運転ありがとうございました。どういたしまして。では、行きますか。行きますか。ルンルンじゃん。羽が生えて飛んできそうだよ。こっちが食事っぽいな。こっちがお土産？先お土産見る？うん、とりあえず見てみるか。ね。これさ、脇見してた。脇見運転良くないですよ。運転してないわ。いろいろ売ってるね。あ、試食だって。いいんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。これは何ですか。鮭の松前漬けです。へえ。ありがとうございます。いただきます。うまっ。めっちゃ美味しい。美味しい。うん。俺も食べよう。ご飯もビールも欲しくなる。うまっ。いいね、そのさ、鮭の濃い旨味とさ、プチプチの食感がめっちゃ美味しい。ね、めっちゃうま。これですか。ね、これは晩酌のお供候補ですね。ね。すごい、いろいろあるね。見てるだけで楽しいね。ね。カツオ
ってカツオの鉛節。生カツオ節とかもある。生カツオ節、あ、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。マヨネーズに合うのでちょっと厚切りにして七味かけたマヨネーズとかチーズに乗せたりしてます。めっちゃいい香り。いい香りする。うん、うまっ。おいしい。めっちゃカツオの香りが鼻に抜けて、私もいただきます。うん、あ、 ありがとうございます。おいしい。カツオ節結構あれですね、なんか柔らかくて、柔らかくておいしい。めっちゃおいしいんだけど。で、これがあの今朝カツオ、生のカツオを茹でて燻製にして持ってきたんです。ありがとうございます。今朝茹でてわかめと玉ねぎをと青じそドレッシングで和えたの。おお、絶対美味しいやつじゃん。いただきます。いただきます。うまっ。めっちゃ美味しい。カツオのあの嫌な臭みとかが全くない。確かに出汁がめっちゃ出ててふわふわで美味しいね。ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。それほどでもじゃあいただきます。私の手作りなんです。美味しい。美味しい。味が染み込んでて。お母さん手作りだ。大豆のお母さん。これが焼津市のふるさと納税で人気なんですね。へえ。はい。これもふるさと納税なんですか。へえ。これもふるさと納税。へえ。うちの親へのお土産で、この作りたて鉛節とお母さんのそぼろ煮を一つずつ、それをください。ありがとうございました。ありがとうございます。すごいね。いっぱい買ったしさ、いっぱい試食させてもらってさ、ね、もう試食だけでお腹いっぱいになるかと思った。ね、温かいね、この市場。お土産ももう早速買っちゃった。買っちゃった。お、ここのお店が気になるようですね。すごい気になってるようですね。なんかいいのあった？別に気になってねえし。めちゃめちゃ気になってるやつの反応なのよそれ。めっちゃ気になってんじゃん。ここも海鮮屋さんですね。ねえ。カツオ、カツオのコクだし粉、カツオ。やっぱさ、焼津はさ、カツオの水揚げ日本一なだけあってカツオ節が多いね。多いね。だってさっきのカツオ節めっちゃ美味しかったもんな。しかも種類も豊富だったよね。ね、カツオ節何の種類あるんだと思ってびっくりしちゃった。うん、すごいよ。ん、わさびがいっぱいある。ほんとだ。これ自分で削るってこと？そこにすり金あるから。あ、ほんとだ。へえ、自分で吸るんですね。ぜひこのわさびご飯をやってもらいます。へえ、美味しそう。カツオ節とわさびのわさびご飯。カツオ節とわさび、美味しいが確定してる。まなみさん、これ見て。ん？マグロ生ハムだって。マグロ生ハム、何それ、やば。え、私のための商品ですね。ね、味が美味しいのが想像つく。今日これホテルで食べる。ね、晩酌のお供に決定ですね。簡単にカルパッチョを食べると美味しいです。カルパッチョ、絶対美味しい。塩コショウ、オリーブオイルあと玉ねぎのスライスあれば最高です、ね。マグロ生ハムって珍しいですよね。珍しいですね。ですよね、見たことなかったです。塩漬けにしてないですから、あのしょっぱくないです。だから私の感覚でそのままいきます。じゃあ200ください。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみです。ありがとうございます。こんにちは。
、明太子めっちゃ入ってる。半額で1000円。安い。ふるさと納税で大人気ね。めっちゃ入ってる。試食もある。いいんですか。ありがとうございます。めちゃくちゃ売れてる。いただきます。しかもさ、試食めっちゃ量入ってる。お得ですね、なんかすごい。いただきます。めっちゃ量あるね、うん、一口でめっちゃ美味しいですね。とろけるのにマグロの旨味めっちゃある。ビール飲みたくなっちゃう。小分けになってるし、美味しい。使いやすい。あ、確かにチューブ式なんで、こうやって絞るとこうやって出る出るなと。それが受けてふるさと納税として。へー、小分けになってるからさ、今日の夜のホテルでさ、今日は一袋食べてとかできる。ああ、確かに。私天才じゃない？でも本当に一袋で済むかな。なんか全袋なくなってるかもしれない。ね。やったー。本当。もりもり。めっちゃずっしりだよね。ね。すごいよね。いただきます。うん。美味しいよね。うま。もう粗めにね。マグロですね。食感も残ってていいですね。マグロの味が濃い。そう、うん、美味しいのよ。いかがですか、お兄さん。本日のホテル晩酌セットに。ビール飲みたくなるね。飲みたくなるでしょ。お店の方ではこういうネギトロと、なんかこの中の1000円のお店に買ってくれると2000円。へぇ、ちょっと吟味させてください。安いと聞いたならね。あ、お刺身。筋が全然ない。マグロですか。赤身の一枚肉。真っ赤ですもんね。美味しそう。切り落としにしないところなんですけど、牛屋さんとかは使う赤身のこと。わー、流行っちゃうね。ねえ。こそ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 、何悪さしようとしてるんだ。ネギトロください、うん、はい、ありがとうございます、はい、こっちはいいですか。はい、ネギトロでお願いします。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。キッズルームとかある。本当だ、キッズにも優しい市場だ。至れり尽くせりですな。ねえ、すごい。あ、回転寿司とかもある。うわ、絶対こんなお魚センターの回転寿司とかうまいやつじゃん。海鮮丼屋さんもあるよ。おー、いいね。なんか歩くだけでも楽しいね。ね、いろんな店で売られてる海鮮見てたらさ、うん、もう私のお腹が悲鳴を上げてるので。あ、そろそろご飯食べちゃう。ちょっと救出しに行っていいですか、私のお腹を、うん。負けてる負けてる、うん、勝ってる。態度は勝ってるけど、体重でも勝ってる。行くよ。体重でも勝ってる、否定しろよな。帰ってきました。どうしよっか。これ珍しいよね、イカクリーミーいぶりがっこだって。あ、いいんですか。ありがとうございます。やった、ありがとうございます。いただきます。うん、うまっ。ま、食感といぶりがっこの燻製の風味と、ね、迷っちゃいますね。ありがとうございます。おいしい、ね。すいません、縁側ちゃんじゃの小一つください。今日ね、第300円で1500円で倍以上入ってるんで、絶対大なんですよ。じゃあ、大きい方でお願いします。縁側ちゃんじゃの大です。はい、どうも、ありがとうございます。マネさん、そろそろ行くよ。いや、行けない事情があるんだよ、うん、何見てるかは察してるんだけど、行くよ。ビールが呼んでるんだよ。私だってご飯食べに行きたいよ。さっさと買っていくよ。2巻セットと6巻セットどっちがいいかな。6巻買っていくよ。だよね、私もそう思ってた。気が合うね。じゃあこちらお買い上げしましょう。行きましょう。今日のね、晩酌のね、お酒も必要だから行ってくるぜ、うん、
今日の宿オールインクルーシブなんだけどな。大きいご飯屋さんを発見しました。隊長いろいろもう寄り道した挙句のようやくだね。だいぶ試食も食べたけど ねまだねお腹もね全然いけるということでね。同感です。行きましょう行きましょう。和風レストラン渚、はい、渚券売機システムだね。ねえ、めっちゃ種類がある。何食べよっか。私マグロがいいな。マグロ有名でしょ。うん、俺はもう決めてるんだ、うん、何？さっき金目鯛煮つけ定食おすすめだよって聞いたから。うわ、金目鯛煮つけ定食。金目鯛煮つけ定食やばいな。私が食べるマグロ丼さ、今日は勇気が決めて。俺が決めんの？うん。何が来るだろう。メニューで写真がでかいから、うん、南マグロ丼。理由写真がでかいから。あ、待って大事なもの忘れてます。こちらですね。あ、よかった間に合った。こうやってね流れで押しちゃえばね勇気も何も言えないので。嘘です、いつもありがとうございます。いつも何も言ってないけど。いつもありがとうございます。ありがとうございます。もう本当にやっぱねマグロと言ったらビールを決めなきゃね。マグロに申し訳ないので、じゃあ乾杯。乾杯。あー水うめ。あー雨が長い。うめ。死にさせてくれよ。あー美味しい。しかもさ、これささっき買ったさ静岡限定のビールじゃない。確かにね、札幌の静岡限定ビールですよ。いいね、その静岡で静岡のものをいただくっていうのは、うん、いやいいね、最高の贅沢だね。夜もこのビールが待ってるから、ね、幸せです。私はゆうきさんのおかげで幸せです。どういたしまして。そんな急にドストレートに感謝の気持ちを伝えられると照れちゃう。てかさ、ゆうきさんのこのさ金目鯛の大きさよ。びっくりしちゃった。どうした、サイズ間違えてますって言いに行った方がいいんじゃない。さすが海の近くの町だよね。ね、伝わるかなこの大きさ。手で持った時のこの大きさ伝わりますか皆さん。伝わります。よかった、うん、じゃあいただきます。いただきます。めっちゃ煮詰まってんじゃん。もううまそう。めっちゃ煮詰まってる。すごい、うん、うまっ。ホクホクで脂も乗ってて、いやいいね。骨
このお汁も美味しいね。うわいいね、うん、ご飯に合う。しかもこのホクホクの身がこんなにあるんだよ、量は。やばずっしり。もう身だけでお腹いっぱいになっちゃうじゃん、うん、ビールしか飲んでないのでいいっすか。どうぞ。やったー。もうこのまま醤油かけちゃおう。さあ、どんなんだからもうがっついちゃいなよ。どんなんだからね、ドドンとね、いかないでね。そりゃどんどん、どんどんいっちゃいなよ。誰も突っ込む人いないから。ん乗られたら誰も突っ込む人いないから。ゆうきさんが選んでくれた、うん、ゆうきさんが私のために選んでくれた、うん、南マグロ丼。なんか写真の主張が強かった。いただきます。召し上がれ、うん、おいいね、うん、最高最高。口に入れた瞬間もうとろける。とろが、刺身も綺麗だったしね。そう、でもね、脂っこいって感じじゃないの。本当に滑らかにとろけるみたいな感じで、全然嫌な脂じゃないし、なんならマグロの赤身特有の旨味みたいなのもあって、うめえ、最高。こりゃ決まっちまうぜ。ゆうきさん、ん、私夢があってね、その金目鯛でさ、うん、静岡のビール飲んでみたいなって思うんだよ。いいね、タレつけて乗っけといて。くれんの、うん、さすが我が夫。うん、美味しいよ。ありがとう。あれ、もうあげたつもりなんだけど。まだバレたか。さらば。じゃあ、いただきますね。召し上がれ。うめえよな。身が柔らかいね。ねえ、お上品で甘いタレ染みてて最高ですね。うまかった。お腹いっぱいや。結構なボリュームだったね。ね、ここから、あ、近せやな。10分ぐらいですか。お願いします。ゆきさん、ゆきさん、札幌の工場を発見しました。おお、昼は美味しいビールをありがとうございました。夕方もお世話になります。よろしくお願いします。もうそろそろ到着するっていう噂が立ってます。これを登った先にあるはずです。はい、ありがとうございます。右に曲がって、あ、あったあった、ここに入ればいいか。レイズグランドホテルガーデン、まっすぐかな。よいしょ、ナイス駐車です。どうもありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ行きましょう。行きましょう。さあ、とりあえずまずはチェックインしちゃいましょうね。ねえ、お願いしますね。はい、笑っちゃったよ。ちょっと代表の方ご署名いただいてもよろしいでしょうか。はい、滞在中オールインクルーシブになりますので追加料金がございません。ゆきさん、事件です。事件が起こりました。オールインクルーシブですよ。ラウンジが使えます。あ、海きれい。すごい。しかもめっちゃフルーツとかまであるよ、ね、ちょっと早速本気出していきましょう。
またもやビア初めてのビア。じゃあ運転ありがとうございました。乾杯。乾杯。うまいね。なんか普通のビールと違うね。フルーティー。ね、美味しい、うん。スイーツもあるの嬉しい ね。食べようぜ。スイーツは季節ごとに変わるんだってね。すごいね。俺がぼーっと撮ってる間に、なんかどっかに書いてあったことをもしっかり読んでるんだね。うんうん、そう、ゆうきがぼーっとしてる間にね。抜け目がないね。そう。いちごのシュークリーム。美味しい。これが。サービスで食べられるのは贅沢。いいね。生チョコ。うん。すっと溶ける。生チョコもさ、一口シューもあるしさ、いちごとかのフルーツもあるしさ。うん。夕飯食べる前にお腹いっぱいになりそう。夕飯6時からだからね。今が3時半だから、あと2時間半食べれるね。スイーツ。バイキングだからしかも夕飯。もう一個ラウンジあるらしいからどっちも行ってみよう。そうなの？ラウンジはしご聞いたことないんだけど行きましょう。うん、あと嬉しいのがさ、うん、ウェルカムお出汁があるのね。これもさ、地元さんの使ったお出汁で、カツオ出汁。そう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 。うん、優しい。飲んだ後に飲みたい。うん、美味しい。美味しいね、うん、優しくて。よし、次のラウンジも行くぞ。行くぞ。森のテラス&カフェ。外？外だね。おめちゃめちゃ広いね、このホテル。え、足湯もあんじゃん。焼津黒潮温泉。しかも温泉なんだ。どっちだ。いいね。森のスロープカー日だまりだって。スロープカー、不利用の際は乗車ボタンを押してください。スロープカーがいない場合は乗車ボタンを押してください。7時から22時までの営業だから今やってるね。すごっ。なになに、来た来た来た。あ、本当だ本当だ。森のスロープカーが来た。すごい。これ無人で来るの、すごくないね。おー、まゆみさん、はい、お酒をお召し上がりの上のご乗車はご遠慮くださいだって。なぬ、べべ、別に酒なんて召し上がってねえし。あるか。スロープカーを見てテンションが上がった時間でしたね。でも明日の朝7時からやってるらしいから、うん、また乗り越えようよこれは。ねえ、ね。ここか。ここだね。めっちゃ雰囲気いいんだけど。ね。かわいい。木漏れ日あふれるカフェや。あ、鳴らしたくなるけどうるさいやつだこれ。鳴らさなくて平気？注目浴びそうだからいいや。すごい。めっちゃかわいい。チョコレートナッツブラウニーとかいろいろあるよ。クッキーとかもあるよ。やば。びっくりした。って感じになるわけだったんですね。リクさんが言った。今日はなんとなんと奇跡的に雨が降ってないので外でお茶をしましょう。お茶をしましょう。あれ？雨降ってきた？嘘でしょ？ちょっと急いで。こっちです、こっちです。あ、やばい、雨降ってきた。降ってきたよね。うん、やめる？うん、やめない。私の念願のティーパーティーピクニックがこんな雨なんかに中断されてたまるかってんだ。ちょっと
背景革バッグが良かったんですけど、大人の事情によりこっちになりました。ありがとう。飲み物持ってきたよ。何持ってきたの？ジュースにしようかとか思ったんだけど、健康を考えて緑茶です。ありがとう。静岡だしね。そう。あれだよ、ゆうきさん、はい、ティーパーティーだから、うん、おしとやかに行かなきゃダメだからね。いい？うん。じゃあ乾杯。ウィッうめえな。ちょっと良くなかった今の。俺は最初から守る気なかったけど。あ、いい香り。うん。うん。発酵発酵。美味しいね。ね、これをさ、森の中で食べれるのがいいよね。ね。さっきまで海を見てたと思ったら、急に森の中だよ。ね。景色が全然違う。しかもこのエリアさ、スポーツできる場所とかもいろいろあるじゃん。ね、アウトドアアクティビティ。ね、でさっきの小屋の中にさ、テニスラケットとかスポーツグッズがレンタルできる場所もあって。うん、ね。すごいよね。本当にいろんな種類あった。へえ。じゃああれだね、おやつを食べたら運動してカロリー消費してくださいって。一人でできるのも結構あったから。やってきな。何食べてんだ？クッキー。ブラウニー食べかけの跡がありますね。うん、チョコブラウニーも食べた。運転で疲れたからね。お風呂は。それを言われちゃ何も言えねえ。車からやっとこさ荷物を取り出して部屋に向かいますよ。チェックインしてから2時間ぐらい。荷物も持たずに何やってたんかね。あった。今日は423ですね。423オープン。オープン。素敵なお部屋です、ね。海が。ビューしてるね。ねえ。ベッドも可愛いね。いいね。水色入ってて。しかも、あ、いいね。寝心地良さそうですよ。今夜は安眠ですね。めっちゃ綺麗。この。あ、海の話だよ。あ、うん、急に嫁を褒めたかと思った。めっちゃ綺麗だよ、海。ね。大海原が広がってます。今日はいいでしょ？カーテン開けて寝て。どうぞ。いつもダメって言うからね。どうぞ。いいんですか、うん、だって目覚めてこの景色って最高じゃん。ね、いいね。ね、いいね。今日はさ、ちょっと昼過ぎから曇り始めちゃってさ、うん、明日は晴れますように。ザーやめてください。メシいいね。メシが私を呼んでいる。カロリーを消費してんのか、ただの酔っ払いかどっちだろう。メシ人いなかった。怖い怖い。
こだわりのおだしを頭すりきり一杯注ぐ。お釜を真上から見たとき、お米7具材3になるようにトッピング。ゆきさん、ん、チーズいっぱいお願いします。誰もが驚くほどチーズいっぱいでお願いします。 OK。 自家製フレッシュバジルのマルゲリータだって。めっちゃ美味しそう。ちょっと焼き上がりを狙ってまた来るか。餃子めっちゃジュージューいってるね。ね、美味しそう。今マルゲリータのベル鳴ったの聞こえた？聞こえた。私その前から待機してっから一番乗りでした。さてビール取り行くか。行くか。いや、我らの主戦場へ行きましょう。でも2個同時にできるね。そうやな、ハイテクじゃん。行きますね。うん、あ、行け。やばい、あ、左が出遅れた。やばいやばいやばい、追い上げろ追い上げろ。あ、やばい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 、あ、もうゴールしたゴールした。右の勝ちでした。じゃあ素敵な静岡の夜に乾杯。あ、うまい。あ、また静岡爆酒。うめえ。ビールはいつ飲んでも美味しいよ本当に。じゃあ食べますか。うん、せーの、いただきます。待ちに待ったピザですよ。食べねえ食べねえ。マルゲリータピザいただきます。外側サクサクなんだけど、なんかもちもち。だって生地その場で作ってたもんね。うん、かもチーズもたっぷり入ってるし、トマトソースも酸味があって、もう言うことありません。食レポ以上です。ありがとうございます。現場からは以上です。ゆうきさんは次何行かれるんですか？人気ナンバーワンの麻婆豆腐。あ、あの辛いさ、ラー油めっちゃかけしたけどさ、うん、大丈夫？うん、辛いの大好きだもんね。うまっ。さすが人気ナンバーワン。もっとかければよかった。明日のお尻のこともいたわんな。本格的。へえ。美味しい。だが野菜が食べたくなる。ダイエッターだからね。うん。浜松餃子もいっぱい燃やしとってきちゃった。おーえろ。うん。浜松餃子さ、焼き上がってすぐ取り行ったじゃん。うん。もう 1,2 分後とかにはほぼなくてさ、めっちゃ人気だね。ね。絵力がすごかったよね。もうあのチェーっていうさ。確かに。鉄板の上に乗ってるからさ、うん、もうね、ずっと燃え続けるというか。燃えてはない。燃えてせっかくだから食べようかな、焼きたての。うん、パリパリ。うん、もやしと一緒に食べてさっぱり。おお。いくらでも食べれちゃう、本当に。おお。美味しい。寿司食う。IQ5 お寿司を食べさせていただきます。どうぞ。わさびを乗せて、いただきます。うん、漬けマグロ美味しい。
見た目からして美味しいもん、うん、もうマグロは美味しいに決まってるじゃん、うん、漬けてあってさらにご飯との相性が良くなってもう言葉がありません。しかもさ、うん、目の前で握ってくれるのもいいよね。ね。ネタがいっぱい並んでてさ、自分の好きなネタこれとこれとこれくださいって言ったらさ、種類もたくさんあったよね、本当。うんうんうん。目の前で握ってくれて、うん、漬けマグロでこんな美味しいならさ、うん、刺身のマグロはさ、どんな味がするんだろう。泥棒がいた。ゆうきさんのマグロいただきます。召し上がれ。めっちゃとろけるんだけど、正直、うん、歯いらないわ。本当に、うん、食べてみ、うん、すごくない、うん、これがビュッフェのマグロなの。すごいよね。すご、絶対マグロおかわりするんだけど。お寿司のマグロも見てこれ、うわ色が鮮やかだわ、ね、このお寿司のマグロはさ、うん、あっちに特製醤油があってハケでもお醤油を塗ってあるから、このまんまいただきます。どうぞ。うん、うまっ。おいしい、うん、身がしっとり。やっぱクオリティ高いね。めっちゃ美味しい赤身。本当お寿司屋さんのお寿司だ。うん、フラービールが進むわ。わかる。3、2、1、オープン。釜飯やばいね。めっちゃいい匂いするね。ね、めっちゃいい匂い。この匂いにつられてみんな来るんじゃない、ここに。確かに。配るか。どうぞ。うわー、暑いでしょ。あ、やば。これおかかないのかな。昼間買ったじゃん、かつお節。あれうちの親へのお土産や。開けちゃうか。とんでもない息子嫁だね。よし、OK かな。結局かつお節は入れない。あるの、わかんない、見てこよう。ありがとうございます、助かります。おかか探検隊お帰りなさい。あったけど違う置き場にあって、なんかそこから取ってくる勇気はなかった。ラーメンのトッピングコーナーにあった。じゃあ配りますね。ありがとう。うん、食べていい？うん、いただきます。うん、めっちゃチーズ明太。いいじゃん。カツオのお出汁がいい味してるね。うん、最初に入れてたのカツオのお出汁。うん、いいね。うん、うまっ。なんかさ、私たちは今回お腹の容量で入れなさそうだけどさ、シェフが作ってくれるコーナーにあるラーメンもさ、カツオのお出汁使ってるって書いてあったしさ、やっぱ焼津はカツオだね。うん、いやでもさ、焼津本当にいい街だね、うん、ね。なんかさ、市場の時もホテルの時とかも思ったけど、人が優しいね。なんかこうやってお仕事で、うん、今回焼津市さんと、うん、一緒にお仕事できて、もともと自分たちがやりたかったことがさ、うん、47都道府県全てを主役にっていうさことをキャッチコピーに頑張ってきてさ、うん、こうやっていろんな自治体さんと一緒に仕事できてさ、ありがたい ね。こうやっていろんな地方の魅力を動画で伝えるお仕事ができてさ、本当にありがたいよね。ありがたいね、本当に、ね。こうやって今 YouTube 見てくれてる方もさ、焼津市ってこんないいところなんだなっていうのが少しでも伝わってくれてればね、うん、今日のさ私たちのコースと同じコースをさ、ね、楽しんでほしいね、ぜひとも、うん、特に海鮮好きの方にはおすすめすぎる、ね。いやー、なんかね、もともとさ私たちバンライフしてたじゃん、うん、で車でさ日本全国いろいろ回って、やっぱりさその地域の人、地域の人と話す機会もあるわけじゃん、うん、この地域めっちゃすごいさ魅力的なのに全然知られてないじゃんみたいなところもやっぱあったじゃん、いっぱい、うん、それが悔しくてさ、もっと知られるべきなのになんで知られないのみたいな、ね、だからさ47都道府県の魅力をいっぱいの人に届けたいなっていうことで私たちの活動が始まったわけじゃないですか、ね。だからさ、今回もこういう風に機会をいただけてさ、焼津市のいいところを皆さんに広めてくださいっていう風にありがたいお声掛けをいただけてさ、自分たちのやりたいこととさお願いしてもらったことがさ、もうぴったんこカンカンなわけじゃん、うん、本当嬉しいよ ね。こういう風にさ SNS の発信をさコツ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 頑張ってきてよかったなって思う瞬間でありますね。うん、乾杯。乾杯。気合入ってますね、お兄さん。しゃあ、気合の入り方がね、違うのよ、もうこの時間になったらメニューが変わるからね。制覇しなきゃね、うん。
生ハムとかカマンベールチーズとか本当だ鴨とかいろいろあるね。あとあれじゃん、昼もあった美味しかったやつがあるね。お酒も増えてる。本当だ、いろいろあるね。ねえ、これあれか、自分でオリジナルのドリンクを作れちゃう感じですね。うん、いいね。じゃあバーテンダーになっちゃいますか。ではウーロンハイとラーメンで乾杯。さすがにビールはちょっと休憩だった。炭酸がねお腹を脅かしている、どう？ツルツルいける麺で。いいね。だしが美味しい。麺が細麺なのもいいね。喉越しのいいおそうめんみたいな麺で。バイキング後の胃にも優しい麺だね。おいしい、カツオが濃いね。食べたい。いただきます。だしおいしいね。お酒飲んだ体にしみる。いやおいしいね。ペロリだよ。お部屋ではなぜかマナミがビールを買ってたから。そうじゃんね。オールインクルーシブの宿なのにビール買ってたから。ごちそうさまでした。こっちです。こっから見るとウサ耳みたい。酔ってる。早いものですが、今日最後の晩酌の時間です。長かったね。長かった、私一瞬だったよ。ああ、そうなんだ。あっという間に去ってったよ。気づいたらもう今だもん。今日はゆうきさん運転お疲れなので、ああ私に継がせてくださいませ。よかった、全部持ってかれたかと思った。ありがとうございます。どうぞどうぞ飲んでくださいな。これはね、さっきの飲み放題でもあったビールかな。これ美味しかったね。ね、ちょ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 、まなみさんも飲んでくださいよ。ちょ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 、まなみさん、すいませんね、すいませんね。セルフ。じゃあ今日も一日お疲れ様でした。そして明日に乾杯。うめ。おいしい。食べますか。いただきます。どっちからいくのか。ネギトロに手をかけた。おいしい。昼間に食べたあのうまさや。うまいね。いいね。うまっ。マグロの旨味がぎゅっと詰まってますね。いいですね。生ハムどうぞ。やった、私これめっちゃ食べたくてさ、正直お腹いっぱいじゃん。どうしてもマグロの生ハムとネギトロのたたきの。ネギトロのたたき。めっちゃなんか細かくなってそうだね。粒子。いただきます。おいしい。おいしい。マグロの生ハムってこんな感じなんだ。どんな感じなんだ。マグロの食感とか口に入れた感じの雰囲気はマグロなんだけど、味が生ハム、塩分がちょっと高めな感じとか、旨味がギュッと本当に凝縮されてますみたいなところとかが生ハムで、柔らかくてマグロなんだけど味が生ハムみたいな。おいしい。香りが生ハムの香りで、まあちょっと塩味があるけど、別にしょっぱすぎず、そう程よいんだよね。だからなんかパクパクいきます。おいしいね、マグロ生ハムね。これ買っといてよかったでしょ。これおつまみにめっちゃいいね。最高です。幸せな夜だね。この味が恋しくなったらふるさと納税するか、焼津に。
私今日勇気より取った気がするんだけど。いつものことでしょ。今日はでしょ。だってさ、海鮮丼あったら海鮮丼取んなきゃじゃん、うん、フレンチトーストとかも3種類あるしさ、うん、と目の前で作ってくれるさ、オムレツあるしさ、うん、大好きなものオンパレードだった。食べますか。食べますか。せーの、いただきます。じゃあ目の前で揚げしたアジの開きの素揚げ、うん、開きの素揚げって珍しいね。骨まで頭まで全部食べれます。おいただきます。うん、めっちゃパリパリ音が聞こえてきた。サクサク、ね、おいしい。ちょっと塩味が強めのご飯に合うね。いいね、うん、こっちだと給食のメニューの定番なんだって。へー、初めて聞いた。ねえ、じゃあ私オムレツ食べよう。オムレツもさ、目の前で焼いてくれててさ、ね、シラスとチーズとシラスチーズの中身が選べて、うん、シラスチーズにしたよね。絶対選ぶだろうな。いただきます。うん、見るからにトロトロふわふわだね。うん、トロトロ。シラスがちゃんとたくさん入ってるから、シラスの味もしっかりするし、チーズもトロトロだし、卵もトロトロだし、もう最高。いいね、うん、でさ、すごかったのがさ、うん、ケチャップ以外に4種類ソースがあって、デミグラスとか、あとトマトクリームソースとかポルチーニソースとか、あともう1種類なんだっけ、まあ、4種類ぐらいあって、うん、欲張って2種類かけてきたよね。決めきれなかった。幸せ朝食だね、うん、このお出汁の香りがさっきからすごいのよ。じゃあ出汁茶漬けもいただきます。はい、あ、いい香り、うん、うめえ。おいしい、うん、いいね、うん、だし汁と、あとその場でさ、サバ節とカツオ節自分でかけたじゃん、うん、だしの香りが立ってるっていうか、新鮮なおだしの香りっていうか、なんかすごい、おだしレベルマックス。そう、めちゃめちゃいい香り。なんかさ、うん、この海を見ながらさ、ご飯食べれるのも最高じゃない、うん、ね。雨も止んだしね。いや、私たちが帰るまでに晴れるか晴れないか、日頃の行いにかかってますね、晴れるかどうかは、ね、しかも晴れたらさ、うん、今雲に囲まれてるあっちの部分、うん、奥、そう、奥は伊豆半島って言ってたよ。そう、伊豆半島の方じゃない、もっと左側の方なんだけど、そっちに富士山も見えるらしくて、ちょうどここのポジションだと、うん、海と富士山が見える。それって焼津ならではの地形らしくて。そうなんだ。普通だったら陸と富士山なんだよ。確かに海ってないわ。焼津ならではの地形で海越しに富士山が見えるっていうのなんだけど、今は見えない。見え、ね、やっぱさ、富士山もさ、恥ずかしがり屋だから、シャイだからしょうがないよね。晴れるといいね。
このホテルさ、うん、チェックアウトしても12時まで施設で遊んでいいからさ、ね、遊ぶしかないね。チェックインしてから2時間弱ぐらい遊んで、うん、チェックアウトしてからも遊ぶ楽しみ尽くしますね。今日はお酒飲んでないから、うん、珍しく昨日のケーブルカーのリベンジに来ました。そうだね。お、これだね。スロープカー。そう、スロープカー。じゃあ念願の乗りますか。あ、いい天気。ねえ、めっちゃいい天気だね。じゃあ乗りましょう。乗りましょう。おお。テンション上がってきた。じゃあ降りますね。うん。ドアが閉まります。ご注意ください。発車します。お願いします。おー、遊園地みたいね。おー、動いた。ただ階段を降りるとかじゃなくて、こういうスロープカーがあるってすごいね。ね、楽しいね。もう到着です。短い間でしたが、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しいからもう一回行くこのままでも絶対そういう人いるよね到着。昨日も行った森のカフェに行きましょう。うん、わあ、晴れてるとやっぱ全然雰囲気違うね。ね、すごい、ほんと木漏れ日で溢れてるよ。あー、テンション上がるね。しかもその中であの可愛い赤いお家ね、絵本の世界みたい。うん、ちょっと飲み物でもいただいてね、ほっと一息つきましょう冷たい飲み物がいいな。冷たいね、いいね。冷水緑茶カルピスリンゴジュース。俺は緑茶。私は、うん、ウインゴジュース。リンゴジュース。ありがとう。はい。じゃあ本日もピクニックと行きますか。行きましょう。わー、いい眺め。ねえ、いいね。最高ですね。いやー、お日様の中の森の中は気持ちいいね。ねえ。じゃあ乾杯しますか。乾杯。乾杯。あー、リンゴジュース美味しい。ねえ。あー。いいね、なんか光合成されてるわーって気がする。目が覚めるね。えもう10時過ぎてるけどいや、今日で焼津旅も終わりですか1週間旅したような方のコメントだね昨日来たばっかで今日はもう荷物車に置いてきちゃったしさ、うん、ここでお茶して、で、あの晴れたからさ、海も見に行こうよ。あ、もう一個のテラス。そう、海のテラスのところ行こう。ね、運が良ければカツオとか見れるかもしれない。富士山が見れるって言おうとしたらカツオかよ。こんなになんか色が違うんだね、晴れと曇り。うん、晴れめっちゃ綺麗だね。ね、海の色がもう、なんていうの、ただの青じゃなくてさ、こう青いところがあったりグリーンっぽいところがあったりみたいな。ね、グラデーション。これが目の前が駿河湾。うんうんうん。駿河湾って一番深いところだと、うん、富士山と同じぐらい深いらしいよ。え、そうなの。そう。え、やば。それを同時に一つの視界に収めてるわけ。そう、だからすごいなんか高低差がすごい場所なんだね。そういう地域のこと知ると旅行も楽しくなるよねっていう。ね、楽しいねね、今度この焼津グランドホテルまた泊まって、うん、今テラス工事中だったところが完成してからまた来るの楽しみだね。あ、いい ね。その時は私は晴れ女の完全体になれてるように頑張りますのでご協力よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。